同版画に描かれたロス卿の72インチ望遠鏡72インチ望遠鏡のイコバール上に現存する72インチ望遠鏡の移行復元された望遠鏡パーソンズタウンのリバヤさんは1840年代にロス卿が建造した合計72インチの反射望遠鏡。1840年代にロス卿はアイルランドのオファリー・ケンバールの地に合計72インチの 天体望遠鏡を建設した。この大望遠鏡はニュートン式の反射望遠鏡でありパーソンズタウンのリバイアさんと呼ばれた。その後1917年にウィルソン山天文台の合計100インチの望遠鏡ができるまで数十年にわたって世界最大の望遠鏡であった。この望遠鏡はかつてないほどの大光景であり、またそれ以前の望遠鏡技術者が 望遠鏡製作上のノウハウを秘密にしていたり、製作技術を公表していなかったため、彼がこの望遠鏡を建設するためには、様々な新しい技術を発明する必要があった。彼の望遠鏡は、技術的、建築学的に素晴らしい成果であるとされ、この望遠鏡の画像は、イギリス連邦の中で広く伝えられた。この望遠鏡の反射鏡は、銅と図の合金である。 スペキュラム合金で作られていた。この合金は湿気の多い気候の下ではすぐに曇ってしまうため、この鏡は6ヶ月ごとに再研磨する必要があった。そのため、ロス教は2枚の鏡を用意し、片方を使う間に、もう片方を再研磨して使用した。望遠鏡の建設作業は、ジャガイモ基金の間は中断せざるを得なかったものの、1847年には観測を開始した。 この望遠鏡の集合力は当初の予想以上で稼働当初は18等星まで観測することができた。しかしアイルランドの空は天文観測にはあまり適しておらず天候に恵まれなかったために観測に適した夜は1年のうちでも非常に少なかった。ロス卿は先駆的な天文学の研究を行い、いくつかの星雲に渦巻き状の模様が見られることを発見した。 これは今日では渦巻き銀河として知られている天体である。彼が見つけた最初の渦巻き銀河は M51 で、彼が残したスケッチは現代の写真と非常によく似ている。そのため、この銀河は英語ではワールプールギャラクシーの名で知られている。ロス教の長男のローレンス・パーソンズも観測を行ったが、1908年の彼の死後に反射鏡は、 撤去されて、ロンドンのサイエンスミュージアムにそう展示されている。その後もこの望遠鏡の鏡頭などの遺構は、バール城に残されていたが、1996年から1997年にかけて、現地調査とロス教の妻、メアリー・ロスが残した写真をもとに修復、復元され、1999年にアルミニウム製の反射鏡が設置されて、望遠鏡としての復活を果たした。 ありがとうございます。